はい、皆さんこんにちは。今ただいま旭川というところでおりまして、今日私が一人ではなくて、なんと今日のスペシャルゲストが来ます。それは旭川の私の、なんとね、あの名前を言っちゃいけないかどうかっていうのは難しいんですけどね。だから E、 ABCDE の E に、ハイフン横棒が出てて、ハマー君って言ってます。こんにちは、E ハマー君。どうもよろしくお願いします。はい、よろしくどうも。ということでございます、今ね、旭川で先ほどまでものすごく混雑した居酒屋さんかな、あれ。そうですね、居酒屋です ね。最後までなんかホケとか出てなくて日本酒が遅かったです。あ、でもね、偉いなと思ったのはさ、真剣にね、すいません、オーダー入ってませんでしたって言うじゃん。東京だったら、いや、すいません、今やってますって必ず言い張るところあたりが、この北海道旭川にいいことかな、そんな感じがしました。ということで、今回ちょっと3本撮りになりますけどね、まずはラジオモニタクから来てもらいたいと思います。はい、ソフトボールに来たかな、ね、そういったかなということで思います。それでは、いいね、はい、どうもありがとう。うどんちゃん、あなた、あ、うどんちゃん、あ、これがそれか、はい、ということで、ラジオマン、じゃあ、あ、いや、分かった分かった、はい、ごめんなさいね、はい、乾杯。はい、どうも、お疲れ様です。まあ、私は、まあ、皆さんご存知でしょうけどね、飲みながらやるっていうのは、まあ、有名でして、いつもミスティミューさんにたまにね、はい、一緒にうちに来てもらってやってもらってるんだけど、はい、今回はなんと私の泊まってるホテルは、はい、なんだっけ、こうオスパーコートですね、という名前で、はい、大きいお風呂があるんですよ。で、まあ、ご存知の通り皆さん大きいお風呂ね、今2万8000人だからそれぐらいいる、リスナーの皆さんありがとうございます。もう本当に大きいお風呂を選んできてるもんだから、で結局なんだっけな、現金割とかいうの、こう現金でやると安いのかな、はい、ですごく安くて、はい、お部屋はねアパート仕様のお部屋、はい、飽きたよ、はい、これはオムレツですね、はい、まあ、いろいろね、すごいですね、もうもうもう、はいはい、何食ってんだから太ってんだろうってやってるんですね。まあそんなようなね形で、ホテル入りまして、で温泉入りながら、で今日はちょっとねごちそうになりまして、そこでまあお刺身といろいろスターズオーズも見ちゃって、ちょっとまずいですよ、ここに行っちゃうとね、あれですけど、やってます。さあ、それでですね、今日ね、はい、せっかくだから飯浜君に来てもらって、はい、話題をやっぱりたいんですけど、はい、やっぱり我々が知りたいってことは、我々はもうアメリカ住んでるじゃないですか、はいはい、で大体の人たちは北海道でないんですよ、俺聞いてる人たち。そうですね、東京の人たちも多いよ、はい、神奈川も多いし静岡も多いんだけど、はい、ベルギーの人とかウクライナの人とか、はい、あ、なんか出起きた、いや大丈夫です、はい、いい、来ててもいいんだけど、いや来てないです、これも面白いんですよ。そういう中だから、はい、この旭川ってとこがどんなとこか知りたいよね、みんなね。ああ、なるほど、うん、ちょっと教えてくんない、はい、旭川、まず自分から見て、それから僕質問するから、うん、まあ、僕どんなとこなんか、僕が生まれ育った場所ではあるんですけども、はいはい、まあ、地理的に言うと内陸で、まあ、だよね、北海道の真ん中ぐらいだもんね。そうですね、うん、盆地というか、うん、で、まあ、海からは遠いんですけども、まあ、うん、海の幸は美味しいですよね。ああ、はいはい、はい、うん、でラーメン、やっぱり柳田さんの好きなラーメンも絶妙に美味しいですよ、うんうんうん、どこのラーメンを食べても美味しいですね。なるほどね、はい、うん、ラーメンが有名だっていうね、はい、でこの間というかね、昨日なんですけどね、この間って言わなきゃいけないんだけど、はい、昨日実は札幌のね、マーちゃん来てて、はい、レクチャーやった時に、はいはいはい、やっぱりこの旭川のうまいものを食いたいというふうに言って、はい、あ、ありがとうございます。ちなみにお箸もう1本あります？あ、今持ってきますよ。 ありがとう。今ね、聞いてください、ソフトクリーム来ました。ソフトクリームと日本酒と、なんだこれ、あとはなんか梅のサワーね、ー梅酒もらいます、はい、やってもらいます、はいはいはい、そうか、で、ごめんなさいね、はい、出てきます。自分がここに生まれて住んで良かったことって何かある？良かったこと、うん、まあ食べ物は美味しいですよね。美味しいね、うん、本当に美味しい、美味しい、うん、何、まあ、このソフトクリームもまあ牛乳まだ食べてないですけど、うん、牛乳の味がする、本当に。あ、なるほどね、うんうんうん、じゃあ美味しいこととか、はい、いいことはいっぱいあるじゃないですか、はいはい、じゃあここで困った旭川みたいなのあるかな。あ、まあ、以前柳田さんお越しになった時も若干お話ししたんですけど、新しいことに対して、うん、食いつきはすごいみんないいんですよ、まあそうだね、何か、まあ、イベントでもそうですし、うん、何でもそうなんですけど、うん、食いつきはいいんですけど、引けてくのも早い、食いばないのも早い。そうなんです、困りますね、いろいろね。そうなんですよね、うん、だからそこがすごいな、肝というか、うん、問題点ですよね。いやね、今日ね、実は言うと僕はね、こんな話をしながらね、飯浜君にいろんなことをね、伝えていこうと思ってね、やっぱり偉い、あなた偉い。今何があったかちょっと解説します、はい、話してる最中の隙間でソフトクリーム食べました。
これね、食べないで溶けてっちゃう人いるんだよ、みんな。ああ、なるほど、うん、これ、ね、食べなきゃダメなの。そうですよね、うん、いや、合うのこういうね美味しいですよ、うん、非常にみんな美味しいです美味しいです。無言でしょ。なんで無言になったかというとラジオ番組ってのは3秒間無言だと放送事故って言われる、はい、ああやばいやばいですね、うん、だからやっぱり美味しい時食べるタイミングが一緒だと無言になっちゃうんだよ、ね、やばいですね。いややっぱソフトクリーム美味しいねこれ美味しいですね、うん、なんだかわけのわかんない、まあ、温泉ホテルでソフトクリームって、まあ温泉とソフトクリームって合うよね。でもね合いますね、うん、風呂上がりにでもなかなかソフトクリームは食べないですよ、うんうんうん、でね、まあ僕は前に9月に来ていろいろお世話になっちゃって、はい、旭山動物園とかラーメン博物館男山のね酒造、はい、とか連れてってもらったんだけど、はい、やっぱり何なんだろう、ここで一番この旭川が、うん、ここがすごいおすすめだよって言ったら何なんだろうね、その観光スポットでも何でもいいですよ。観光スポットでいうとやっぱり今おっしゃった動物園がやっぱりここ数年で行けば間違いないですよね、うん、冬とか大変だよね。そうですね、ペンギンのパレードとかあるっていうけど。ありますあります、うん、はい、この雪が降っちゃってるとやっぱお客さん大変でしょ。まあでもそのペンギンがあの雪道を歩くのがやっぱりちょっと滑稽であったりとか、まあ愛らしかったりとか、喜んでるねやっぱりペンギンは。うん、連れた方がいいんだよね。喜んでますね、うん、で夏場の時は中国人が来て喜んでたね、やっぱりね、まあ、すっごい風だったね。まあ冬もそれは変わりない、変わらないみたいな、うん、ありがとうございます、経済効果のために中国の方、うん、僕はあの僕の日記とかね、僕のそういうのを聞いてるとなんか中国人大嫌いとか韓国人大嫌い見えるんだけど、はい、すっごい長いねみんな、うん、うん、中国の政府と日本政府のつながりは良くないんだけど、だけど人間としてはもうみんな仲良くて、あの、まあ、中国の今一番仲のいい子ったらチクナンちゃん聞いてますね。チクナンちゃん大好きですよ僕。あの名古屋でありますけど、はい、中国のね、はいはい、あの北市北の方から来た女の子ね。はい、あと、マークリー、hey, how, what's up, yeah, マークリー。あのマークリーっていうのはあの、うん、香港、はいはい、とかリュウチェンとかね、うん、いっぱいいるんですよね。韓国もいっぱいいるんだけど、だけどやっぱり日記の中の内容の中には感激の子がいるんです。本当は好きです。はい、うん、だけどすごいねみんなね、あのこっち来た時に中国人見てて並んでるの見た時にそんなに白熊見たいのかよ、あお前のところには白熊にブチのある熊しかいないのかよと思ったぐらいだから、うん、パンダですけどね、うん、まあ、そんな形でね本当にあの中国の方たちがいっぱい来るってことはここがどれだけ中国人にとっても魅力的なことかってことでしょ、簡単には、うん、まあでも旭川だけに限らず、うん、まあ、道内、うん、津々浦が結構最近はどこ行っても中国の方、うんうんうん、男山のところにいたよね、いましたね、うん、何しに来てんだろうねでもね何しにって飲むのかな、やっぱ日本酒飲むよ、うん、飲むよね、飲みますね、うん、きっとね。いや僕はね日本酒大好きで今ね、これはね大雪の蔵っていうのかな、そうですね、うん、大雪の蔵ですというお酒を冷酒でもらいました。でこれを飲めとね、え本当に大関でも何でもないんですよ、こういうところがいいところで旭が好きになっちゃってて、ね、ありがとうございます、うん、でそもそもね僕は雪が好きで寒いのが好きなんだけど、はいはい、みんなやっぱり旭川の地元の人たちそんな厚着じゃないよね。厚着ではないですね、僕も今日これパーカー1枚、うん、だよね、下 T シャツかなんか T シャツです、はい、だよね、で同じように俺とね、俺も T シャツ1枚と、はい、まあ、あのパーカーじゃないんだけど、はい、まあ、あの、うん、ユニクロの例のね、はい、あれしかない、はいはい、そんなもんなのかなみんな。いやでも本当に寒い日はそんなことやると、うん、投資しちゃいますから、うんうんうん、まあでも今日ぐらいの気温だと割とみんな、僕はねこれ以上1枚来たら暑いの、もう暑い、うん、本当に暑いんですよ、でまあ、あの真面目な話はあと1分ちょっとぐらいするんだけど、はいはい、本当にね冬とか大好きで、はい、あの大体あの12月とか1月ぐらいの時に、はい、まあもちろんね東京だけど、はいはい、スクーターとかバイクであの走ってるとね、はいはい、大変なことになる。あ、ちょっと面白いからね、今、うん、ラジオ出ちゃいます。出ちゃいます。電話が来ました。もしもし、石塚さん。もしもし、今ね、ラジオ撮ってて。うん、いいのよ。あの、25日からおいでって誘いなんで、後で脅迫的な電話もう一回5分後にします。いいかな?5 分後の電話。ね。はい、ということで皆さん、石塚明さんから電話がありました。どうもありがとう。後で電話するね。はい、どうもね。はーい。皆さん石塚明さんは知ってるんでしょうか。有名、すっごい有名なマジシャンですよ、うん、まあ、あのどんなに真剣にやってもコメディにしか見えない人なんだけどね、あの、まあまあ、あの話すと長いんですけどこの人も、はい、まあ、その人から電話ありまして、石塚さんです皆さん、はい、
さあということで時間になってきましたね、はいはい、まず1本目から出てきましたけど、山の話くだらない話しましたが、旭川素晴らしいいいところですから、何か機会がありましたら旭川でいい浜くんの、あ、言っちゃったいや、いい浜くんの、はい、いいです、いいです、マジック見てくださいということで、また来週ですね。それではさよなら、どうも。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。